よ、こんなところで何して。で、オタク、どうしてここに。何のお調査。はあ、なんだよ今さら。俺とオタクの中ちゃん、いいから話せって。秋葉の神隠しか。そういや、このフォーラムでも失踪者が出たって言ってたっけ。で、この参加者の中に犯人がいるってか。へえ、面白そうじゃん。俺も手伝ってやるよ今。じゃ、中野に行こうぜ。情報提供者と待ち合わせしてんだろ。用事があってここに来たんじゃないのかって。別にそういうあれじゃねえよ。たまたま通りかかっただけだよ。たまなんか気になったっつうか、コミマニってなんだろうなみたいな。コミュニストマニファクチュアーとかだったらちょい興味あるかなみたいな。うん、じゃあ俺先行ってっから、すぐ来いよ。
ああ、ちょいと待ってくれ。よっと。あったあった。例のサイトのログだ。これで削除されたっつうデータを終えるぜ。データなんざユーザーが削除したつもりでもサーバには残ってるもんだ。格納されてる領域にプロテクトがかかっている上、データそのものも暗号化されてたりするけど、エデンの汎用サーバに侵入するくらいなら俺程度でもこの通りってわけ。ほう、鮮やかなものだな。ま、どってことねえっす。そういじゃ、目当てのデータを探しますか。コメントを復元して遡ればそれらしいもんが見つかるはず。なんだこのデータ。それが目当てのデータならば、かなり特殊なプログラムによって蘇生されているようだな。ひょっとしてこいつデジモンプログラムか。そりゃちゃんと解析したことはなかったぜ。なるほど、確かに構造は似ているが、だとすると相当変異したものと言えそうだ。0と1で表せない何かの影響を受けたか、あるいはそれそのものか。イーターが絡んでるって可能性もあるぜ。こりゃ面白いや。こんなのに出くわすなら俺も電脳探偵になるかな。どう、ここでうだうだやっててもしゃあねえ。行って確かめてみようぜ。おあつらえ向きに、この妙なデータは削除された後空論に流れ着いてる。これなら直接確認できるし、仮にイーターみてえなヤバいプログラムだったとしてもデジモンで対抗できる。そうと決まれば善は急げだ。じゃあクーロンのガラクタ公園で合流な。なかなか優秀な助手じゃないか。いや、君の助手であるならば、詰まるところ私の助手の助手だな。では助手くん、ここは助手の助手くんの規制に身を委ねたまえ。運も実力のうちとは使い古された表現だが、君が彼と縁をつないだことも俯瞰してみれば君の運、実力のうちだ。粗末にすると罰が当たるぞ。
方ねえか。行け。案外大したことなかったな。みんな、よく頑張った。